陸村クソン軍はアメリカ合衆国テネシー州の中央部北西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は49,666人であり、2000年の43,156人から15.1%増加した。軍庁所在地はシャーロット町であり、同軍で人口最大の都市は陸村クソン市である。陸村クソン軍は ナッシュビルデビッドソン・マーフリーズボロ・フランクリン大都市圏に属している。ディクソン軍は1803年10月25日にテネシー州議会を通過した法で設立された。テネシー州95分のうち25番目だった。領域はモンゴメリー軍とロバートソン軍の一部から取られた。軍名はナッシュビル市の医者であり、当時は州議会議員を務めていたウィリアム・ディクソンにちなんで、 名付けられた。ィクソン医師はィクソン軍内に住んだことはなかったが、その親戚が軍書記の開発に重要な役割を果たしていた。またアンドリュー・ジャクソン大統領の親友だったと考えられてもいる。ジェームズ・ロバートソン将軍がィクソン軍内にテネシー州のフロンティアでは初の鉄工所を建設した。1804年、ロバートソンはその妖怪炉を モンゴメリーベルに売却した。ベルは後に、州内でも、最も裕福な資本家かつ工業経営者の一人になった。1917年7月、リクソン市のアラモ劇場で、大衆集会が開催され、軍内を通り、ブリストルからメンフィスに通じる高規格道路の測量のために760ドルを集めた。この金は、 集会に出席した人々から15分も経たないうちに集められた。道路の測量は1917年8月14日に始められた。この道路が建設されたことで、リクソン軍はブロードウェイ・オブ・アメリカ、現在ではアメリカ国道70号線と呼ばれるニューヨークとサンフランシスコをつなぐ道路沿いにあることになった。1952年11月4日、フランク・ジー・クレメントが 軍出身では初めて州知事に選出された。クレメントは1953年から1959年と1963年から1967年の2回知事を務めた。その功績は現在も陸村軍民やテネシー州民に恩恵を与え続けている。アメリカ合衆国国政調査局によれば軍域全面積は491平方マイルであり、 このうち、陸地490平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.29%である。陸村郡の北東側をカンバーランド側が流れ、雨水はハーペス川に排水されている。陸村市の北西8マイルにあるラスキン洞窟は、1894年から1896年まで、ユートピア社会主義者のコロニーがあった場所である。 当時は250人ほどが住んでいた。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1988年から2000年、大半が黒人の集落であるエノロードにいた家族が高濃度のトリクロロエチレンで汚染された水を飲んでいた。エノロードにゴミ埋め立て場が造成され、不法投棄があったために土地とさらにエノロードの井戸が汚染された。 ホルト家はその農場にある3カ所の井戸から飲料水を汲んでおり、家族が病気になり始めた。数人は癌だと診断された。白人の家族がその水が汚染されているか判断する試験を行い、ホルト家などはそれを怠っていた。白人の家族はその水を飲まないよう忠告する文書を受け取り、別の水源を与えられていたが、 黒人の家族はその水が飲料に適しているという文章を受け取り、15年間飲み続けた。2003年、ホルトケは、リクソン氏、リクソン郡、スコービル社を相手取って、訴訟を起こした。スコービル社は、元リクソン氏にあったスコービル、シュレーダー自動車製造工場が所有する会社であり、アセトンと塗料のシンナーを投棄していた。 ハリー・ホルト・ダイス・コービル・シャベツ・メサル・タイア産業者た、事件は、リクソン軍巡回裁判所での審理が中断している。2004年11月、巡回裁判所判事ジ,ジョージ・セクストンが、リクソン軍埋めた鉄地に近い井戸水に毒物を、混ぜられたとしているホルト家の苦情に対して、人種差別を付け加えられると裁定した。井戸水からトリクロロエチレンが検出されたので、 軍は2000年以降ホルト家の水道代を払い続けていた。ホルト家が訴訟を起こした後、陸ン軍軍政委員会は2004年に水道代支払いを停止させた。2009年12月までにホルトエルステッドと自然資源防衛委員会に勤めていたその母が、軍、市及び製造会社数社を訴え、汚染を除去し、抑制することを求めた。 2011年末に訴訟は結審された。いかなる団体も責任を認めず、軍と市は水質を管理する費用を提供し、汚染の危険性のある住民には、市場水との配管を行って提供することとなった。ありがとうございます。